エヴァードーム、えー、上場しましたねっていうことなんですけども、あのー、まあ、エヴァードーム、あのー、少し、あれですね、なんかこう、まだ販売するようなタイミングでちょっとこう、情報を出させていただいて、あのー、まあ、面白い銘柄だよっていうのを多分ね、コミュニティに出したのかなはい、だと思いますけども、まあ、無事にあの上場して、えー、価格もですね、えー、ある程度ついてると思います。で、あのー、今ね、すごく IEO とか IDO ってありますよね、その、 どこにでも売買されてなくて初めてこう上場するときの銘柄買うこと IO って言ったり IDO って言ったりしますけどもその IDO と IO がタイミングすごくいいですねそのこのタイミングっていうのはあのビットコインの価格が上がったとかではなくてそのなんだろうずっと落ち目だったじゃないですかずっとバーッとね落ち目ででかつあのいろんな会社がこうなんだろうその中堅クラスのもともとプロジェクトやってる会社が、えー、事業転換を図ってるっていうような状況の時にですねこれってなんかねそのなんだろう お金が1回宙に浮いちゃうんですよね例えばその、あんまりこう特定の銘柄で言うのもあれなんですけども、あの、コムサとか、あの、ちょっと方針変えましたよね <laughs>。多分、あの、皆さん SNS のユーザーの方だと思いますので、あの、コムサがですね、NFT プラットフォーマーになりましたっていうのに対してどういうことみたいな感じの,あの印象を受けたと思うんですけど、まあ、これは、あの、これであのね、ホルダーの方からしたら、あやっとなんかこうね、第一弾がなんか始まったなって感じはすると思うんですけども、やっぱそういうふうになると、えその、何ていうかな、 もともとのプロジェクトからちょっとこう方向転換してですねあの話が進んでいくわけですから0 1でスタートした方がですねあのうまくいく印象が強いんですよ。やっぱりこう大手さんとか中堅どころがもともとある資産を活用して新規に参入するってなんかちょっとね なんだろう過去の歴史から見てもいろんなその仮想通貨ブロックチェーンのマーケット以外から見てもですね実はなかなか成功しにくかったりするんですよね。なので、もちはもちはとしてその,あの思いっきりその土壌であの01でバーンってリリースするものが IEO だったり IDO だったりしますので結構そっちの方がね評価高いんですよね。今なででそれで、えー 初期の,あの価値づけですね、いわゆる上場初月とか、えー、2ヶ月とかで、そこの価格はですね今、絶好調なあ状況だと思います。これ、エバートームさんだけじゃなくて。でただですね、そのやっぱりこう1ヶ月目、2ヶ月目で上場してて、ですね実績が出ている銘柄を 今から買いたいといいたとう方の声も結構多いわけで,す、ね、で、その今から買いたいんだけどこの銘柄どう思いますかっていう、なんかもう本当絶好調の天井の天井っていうかですね、まだずっと上がってる最中なんですけども、やっぱりこう、高値掴みじゃないかっていうね、あの怖がる方多いと思うんですけども、あの考え方として、 えー、それらの、えー、新しい進行のプロジェクトがですね、えー、商品リリースするの大体9月ぐらい、まあ、夏ぐらいにロードマップ上は、なんか、はい、サービスリリースしますみたいになってるんですよね。なので、えーと、その手前まで乗るんだったら僕は全然いいかなというふうに思います。で、結局そのリリースされたら今度は評価があの数字になりますから、期待値から数字になっちゃいますね。いわゆるその、えー、と株式のあ格言でいうとですね、えー 噂ででで買って実体で売るみたいなやつですね、はいまあ、それがあの合ってるか合ってないかは置いといてあのそういうことが起き出しますのでまっ、あ、た別に今はですねその期待値だけでこうバーッとね言ってますから、えー、実商品が出た時にですねあの継続するかしないかっていうところを、まあ、判断していただいてもいいかなという,ふうに思います。